隣国シカレスさんじゃん。危険な目にあったの？私が守ってあげるからもう怖くないよ。はい、どうも、テケテケです。はい、突然新しくガチャに並んだ MR ガレス見ていきたいと思いますが、まあやっぱり後ろに背負ってたのはまずハサミでしたね。はい、ちゃんと武将ということで、まあそこら辺までは予想当たってましたが、はい、まずはガレスちゃんの東洋寺ムービー分析していきますか。はい、森の中からのスタート。はい、茂みの奥からガレスちゃんがポッと出てきて、でワンテンポ遅れてアヒルも出てくると。はい、で出てきた瞬間に上から、はい、タイミングよくリンゴがもうドンピシャのタイミングで落ちてきて、この表情。もうここは危ないと立ち上がって真ん中に退避してきて、まあ、避けた先でもまたリンゴが上から落ちてくると、もうこれ上にリンゴ投げつけてるやついますよね。はい、まあ、ちなみに今このリンゴの落ち先ですね、またドンピシャでアヒルちゃんの頭上まっすぐの軌道で落ちてきて、アヒルちゃんにもヒットと。はい、見事なスプラッシュ攻撃。はい、からまたなぜか先ほどの当たる瞬間のリプレイ映像ですね。はい、アップでもう一度ということでそんなに見せる必要あります？まあもうドッキリでしょうね。これはもう撮影部隊がいて、ここでリンゴ当てるのが決まってて、カメラも2台用意してガレスちゃんをはめてその映像を撮ろうと万全の準備がされてたことがこのカメラワークからわかりますが、はい、もう絵としては完璧なやつが撮れてますねはい、からブチ切れたガレスちゃんがもう暴走状態になるということで、まあちょっと惜しかったですね。昨日の更新情報ではテケテケスキル予想で、まあ、狂乱になると予想しましたが、暴走でした。やっとちょっとでしたね。ん？風が変な匂いするね。クンクン。食べ物の匂いじゃないね。ちょっと危ない！早く後ろに隠れて！くらえ！チョキチョキ！めちゃくちゃ可愛らしいボイスですが、切られた方はたまったもんじゃないですね、これ。やっぱり食べ物の匂いじゃない何かを嗅ぎ取ったということは、まあ上からリンゴ投げてくるやつがいたということなんじゃないかなっていうのと、この嗅覚の強さはやっぱり、まあ、このフードの耳に回るように犬と人間のハーフなんじゃないかなと予想できますね。まあ予想は外れてフード取るアクションはありませんでしたが、おそらく子犬っぽい耳が本当はついてるんじゃないかなと思います。はい、そして、スキル見に行きますか。はい、ガレスに関してはアクティブスキル見ていく前にパッシブスキル見ていきたいと思いますが非常食ってさらっとひどいこと書いてあるんですよね、ここに。まあ、注目してもらいたいのはパッシブさん。ガレスが撃破された時1回のみ 50% の HP を回復しながら復活することが可能で、はい、復活キャラクターになるんですが、このキャラクターの場合復活した後4ターンの間ガレスが生後影前状態になって、まあ、影前のターン数に応じてそれかける 10% の会心ダメージが上乗せで増えていくというようなものになっており、でさらに影前っていうのはクリティカルを出すたびに1ターンずつ残りターン数が増えてくんで、まあ、最大10ターンまで増やすことができて、物理会心ダメージプラス 100% まで作ることができるということで、まあ、復活を1回使わされるようなピンチな状態になってからクリティカルダメージが上がって火力アップして戦っていくというような戦闘スタイルで、さらに復活後は、まあ、生後援護4ターンもついてダメージカット 70% のダメージ反射 120% と、はい、なってますが、まあ、この生後援護に関しては、はい、復活後援護キャラクター、まあ、テフだとかアウグステス関心だとかいろいろいますが、まあ、結構復活後の反射ダメージっていうのは 150% とか、まあ、160% あたり出してくる副将ちゃんが多くて、でダメージカットも 75% カットっていうのが多い中、まあ、今回のガレスに関しては 120% 反射の、はい、70% ダメージカットと、ややボリュームとしてはちっちゃくこじんまりとした生後援護になっちゃってる感じですね。はい、で生後援護によるカウンターの罪悪流血に関しては、まあ、40% の確率ということで、ここら辺に関してはやっぱりアウグスが 80% とめちゃくちゃ高く、なおかつ敵の状態異常耐性を 65% 無視することができるんで、まあ本当最初に生後援護を自分につけることになったアウグス、まあ、運営さんも設定ミスですかね、なかなかこの基準はもう作ってくれませんね。まあ、この前のテフが罪悪流血 60% 返し出てきたところで少し上振れてきましたが、まあ、今回のガレスは、まあ、標準的な罪悪流血返しで、まあ、状態状態性無視もないので、まあ、基本的にこの生後援護の性能に関してはその他の復活キャラクターと比べた場合にはやや見劣りする形となりますね。まあ、ただ今生後決意っていうこの前の稲葉ウサギちゃんの連携スキルによって、まあ、生後援護を剥がれなくすることができるんで、まあ、出てくるタイミングは良かったのかなっていうところですが、まあ、耐久が復活1回と生後援護のみということで、まあ、生後決意ないとこれしか耐久がないんで、まあ、かなり耐久面としては心配が残る副将ちゃんになりますね。はい、じゃあそれを踏まえてどんな風に攻撃していくのか見ていきたいと思いますが、まあ、今回のガレスちゃんに関しては簡単に言うと火力を強化した浅井長政といったところでしょうか。まあ、その代わり撃砕ばらまきはやらないというようなタイプの浅井長政だと思ってもらえればいいのかなってところで、はい、スキル1から見ていきますが、はい、まずスキル1は攻撃前に2ターンの生後暴走状態に入って攻撃力が 100% 増加、2倍ですね。で筋力値や敏捷値、知力値が 50% 増加ということで、ステータスは 1.5 倍で受けるダメージが 20%
戦闘像か、攻撃前にセゴボースを入るあたりも浅井長政意識されてますが、はい、この後ちょっと変わって浅井長政とは違って範囲攻撃ではなく、残り HP パーセンテージが最も低い敵を8回集中攻撃して600%の物理ダメージと、まあ、そこに筋力値かける8倍の防御虫攻撃が乗っかると。で、攻撃時のクリ率が 40% 増加で、クリティカルが発生した場合には先ほどつけた生後暴走の攻撃力や筋力、敏捷、知力値が追加で 10% 増加、はい、5回クリティカルが出れば最大 50% 暴走の効果がアップすると、はい、ことで、まあ、がっつり連撃フィニッシャーキャラクターとなって出てきました。で、まあ、これクリティカルが出るほど暴走の効果がアップしてきますが、はい、この 10% ずつ増加する効果検証してみましたが、はい、こちらガレス出てきて、はい、一発目ノーマルダメージ、はい、ここから次の攻撃でクリティカルが出るんですが、このダメージの違い見てもらうと、クリティカルが出たら暴走の効果が 10% 伸びるんですが、初撃クリティカルが出たこの瞬間からもう 10% のダメージアップが乗っていそうだということが分かりました。まあ、クリティカルが出たその瞬間から 10% 火力アップの恩恵がどうやらありそうだと。で、ちょっと気になるのはこの 10% 性能アップの暴走機能っていうのは暴走機能自体についているのか、それともスキル1でのみ有効なものなのかっていうところですね。まあ、もしこのガレスちゃんの暴走機能自体についているものであれば、スキル2でもクリティカルが出れば 10% ずつ火力がアップするはずなんで、そこも調べてみましたが、はい、まずスキル1で、まあ、5回クリティカルが出てた時の、はい、ガレスちゃんのスキル2のクリティカルダメージ見てもらうと、まあ、800万ぐらい出てると思いますが、ガレスちゃんがスキル1であんまりクリティカルが出なかった場合、今回で言うと2回だけしかクリティカルが出てなかったんで、あと3回クリティカル出して、まあ、1.5 倍まで余白があるような状態でガレスちゃんがスキル2クリティカル出して殴れた場合の火力アップ見てもらいたいと思いますが、ここですね、670万から、はい、高くて678万ということで、まあ、先ほどのスキル1でしっかり5回クリティカルが出てた時の800万のダメージに投稿を呼ばないことから、残念ながら、はい、このクリティカルが出るたびに暴走の効果が 10% ずつ伸びていく効果はあくまでスキル1の効果であって、ガレスちゃん特有の生後暴走機能ではないっていうところですね。スキル2でクリティカル出しても暴走のパーセンテージは上がっていかないので、一応そこも覚えておいてください。はい、ということで、まあ一応スキル1連撃でかなり攻撃的で、でさらにクリティカル出していくたびに暴走が 10% ずつ上がってって、でさらに影前状態に復活後なれるんで、ここでもクリティカルが出れば物理回心ダメージ 10% かける影前の単数の攻撃が乗るんで、まあ、とにかくクリティカル出しまくって HP が低い相手にとどめを刺しに行こうっていうのがスキル1の狙いになりますが、はい、一応クリティカル時のダメージ推移見てもらうとこんな感じになりますね。クリティカルが出た場合には一発目から 10% の火力アップがあるん でなおかつ暴走で 600% のダメージが2倍になってるんで、はい、1260% プラス筋力かける 12.8 倍からスタートして、まあ、前段クリティカルだった場合には5回目で 1500%プラス筋力かける16倍のダメージが出せて、で5発目以降はもう暴走の 10% アップが乗っからないんで 1500% プラス同じ値でダメージが8発目まで推移していくという形で、合計 11400% プラス筋力かける120倍のダメージで、実際にはここにクリティカルダメージが乗っかるので、まあ、指輪の伝説神器レベル40まで育てているとしたら、まあ、2.3 倍されて 26220% プラス筋力かける276倍のダメージと、はい、でさらにこれ難しいですが、影前状態がもし10ターン作れた状態で、まあ、2巡目なんかにスキル1打った場合、まあ、約ですが 37620% プラス筋力かける396倍のダメージが出せるということで、まあ、HP が低いピンチな相手に対して無慈悲なダメパだったり筋力値ベース防御虫攻撃をぶつけることができる、まあ、強力なフィニッシャーキャラクターになってますね。まあ、この筋力値ベース防御虫攻撃の威力なんかの他の副将ちゃんとの比較のグラフなんかは、またスキル2でもこのキャラクター筋力値ベース防御虫攻撃やっていくので、まあ、そのタイミングで比較していくとして、はい、ダメージパーセントですねの方を見ていくと、はい、全てのコンボがうまく噛み合った場合の最大火力で見た時のダメパ、まあ、3万パーぐらい出るということで、トップのリョフちゃんからナターに続く第3位のキャラクターという結果となりました。で、まあ、ダメパかなり強いですね。はい、で特に HP が低い相手を狙うっていう意味ではリョフちゃんに次ぐ第2位ということで、まあ、この前の王国主ちゃんなんかを少し抜く形となりますね。まあ、低く触れた場合の火力なんかも王国主ちゃんに倍ぐらい勝っているし、まあ、生後暴走化できるんでそこが高いんですよね。まあ、ただ王国主ちゃんの方がやや早い段階で高火力化して安定していくんですが、まあ、それを最終的に影前がうまく決まれば抜かしていくという感じで、はい、この高さとなりました。まあ、主ちゃんとなかなかいい勝負してるダメパ、まあ、上位レベルの副将ちゃんであることが分かると思います。で、まあ、ヌッシーちゃんやリョフちゃんと同じくスキル1は集中攻撃になるので、ハンニバルの長老なんかをすり抜けてハンニバルが守りたい相手にとどめを刺しに行くことができるっていうような特性もありますね。まあ、ちょっとガレスの場合はスキル1打つ前に1回落ちて影前化してないとこっちの火力出ないんで、はい、上の方の火力は王国ヌッシーちゃんの方が作りやすく、下の方の火力はガレスの方が作りやすいっていうような感じで覚えてもらえればいいかなと思います。まあ、どちらにせようまく決まった場合はトップレベルと、まあ、ただ、まあ、スキル1でちょっと難しい
しいですが、クリティカル補助、チョコメちゃんの祝福とか、ケンテの七星もらったら火力伸ばせるよって副将ちゃんも入れると、はい、オキシンが出てきますね。はい、5万2000パート出てきて、ガレスは4位に落ちる形となりますね。はい、まあ、ガウェインなんかも強いですね。クリティカル補助がもらえれば。そして、まあ、ガレスに関しては、スキル1、スキル2ともにかなり好戦的なキャラクター、生粋のアタッカーですね。で、スキル1では敵を撃破するたびに、自身 HP が 30% 回復するということで、この 30% 何基準かっていうと、こちら、敵を倒した瞬間の回復量を見てもらうと、はい、520万の HP 回復。で、最大 HP が1700万なんで、まあ、最大 HP から見て 30% 分の HP 回復がされていると、はい、ということが分かりました。まあ、HP が低い相手を狙う場合、敵を撃破してしまう可能性が高いので、まあ、撃破した時っていうのは HP 吸収なんかが働かなくなってしまうので、まあ、こういった HP 吸収の代わりになるようなものをつけてるっていうような感じですね。はい、じゃあスキル2見ていきますか。はい、スキル2の方もこのキャラクター、HP が低い相手に対して、640% プラス筋力かける8倍の6回攻撃をしていって、まあ、敵の撃破に失敗した場合には、敵6名にもう1回追加攻撃するってことで、まあ、1体に対して最大で7回攻撃ができるって計算ですね。まあ、なんで、まあ、単純に計算すると、4480% プラス筋力かける56倍。はい、こんな感じでダメージが出るんですが、はい、さらに敵の HP が 50% より低い場合にはダメージが倍になるので、ダメージ倍まで乗れば、こんな感じで 8960% プラス筋力かける112倍のダメージが出て、で、さらにこのキャラクタースキル1で暴走化しているので、暴走が残っていれば、17920% プラス筋力かける168倍のダメージが出ると。はい、で、この暴走っていうのはスキル1で、クリティカルが5回出ていれば 50% 効果上乗せ状態になっているので、はい、もしそうなっていたとしたら、22400%プラス筋力かける224倍のダメージが出せ。はい、で、さらにスキル2でクリティカルが乗れば、51520% プラス筋力かける 515.2 倍のダメージが出て、もう1個さらにこのキャラクターがスキル2までに影前10ターンになっていれば、合計でなんと 73920% プラス筋力かける 739.2 倍と、はい、ような、だいぶややこしいですが、もう完全にロマン法ですね。すべてのコンボが噛み合った場合には、7万パー超えの筋力値も700倍超えというわけのわかんないダメージが出せます。はい、ちなみにこのスキル2に関しては、スキル2発動中、ガレス自身は撃破されないという不死状態で、まあ、アザイナガマサみたいに殴ることができるということですが、これも一応確認してみましたが、はい、不死状態で殴っていく場合、例えばテフちゃんの天然ボケ返しなんかも、はい、しっかり HP1 だけ残して耐久することができて、まあ、反射ダメージなんかも全部耐久することができるんで、まあ、テフちゃんキラーの動きとかはめちゃくちゃ得意ですね。はい、テフちゃん倒し終わってスキルに相手陣営壊滅させた上で HP 全開のガレスちゃんが残ると。まあ、なんで HP 全開かっていうと、総ダメージ 30% HP 回復が最後に入るからっていう感じですね。はい、まあ、ただ例外があって大きい人ですね。このキャラクターだけはなぜか不死状態を無視して、はい、撃破してくるという動きを取ってガレスが落ちてしまう可能性が上がりますね。まあ、大きい人に注意ということで、まあ、それ以外に関してはカウンターで死亡することが一切ないので、もうどんどんバフとか持ってとにかく火力アップして殴っていきましょうっていうのがスキル2のコンセプトになっており、まあ、ガレスの面白いところは味方のバフとかなくても、まあ、自力でうまくいけば7万パーと筋力700倍超えのとんでも火力を作ることも可能であるってところですね。まあ、ここにバフが乗っかればさらにやばいですが、はい、バフなしで自力で出せる火力、他の副将ちゃんと比較していくと、はい、こんな感じですね。ちょっと待って今そうとして直してみたらやばいことになってますね。上突き抜けてますね。ちょっと作り直してきます。はい、グラフの上限上げてきました。またやりましたね。この前までトップだった信長ちゃんを大きく超えての第1位ということで、すべてのコンボがうまく噛み合った場合の赤い山で相当し直してみると、スキル2がダントツの1位を叩き出す結果となりました。ここにさらにリュービちゃんの天寿とか乗せて、もう行くとこまで行ってほしいですね。はい、スキル1の方も実はかなり強く、ナタヤリシと同じぐらいの基準になってますね。ステータスベース防御無視攻撃、はい、平常運転の範囲内である程度コンボが噛み合った場合の黄色い山で相当し直してみると、今度はスキル1が第1位と、まあ、こちらも火力としては高く、スキル2の方はまあ第10位ぐらいに下がると、もう面白いぐらいガクッと落ちてますね。はい、平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の緑の山で相当し直してみると、スキル1で第15位ぐらいで、スキル2がさらに落ちる形、まあ、下見ていくとこれだけいるんで全然上の方ではあるんですが、それでも、まあ、少し火力としては心もとない感じになりますかね。まあ、筋力値ベース防御無視攻撃でいうとナタがナンバーワンにいたり、まあ、コタちゃんだとか、まあ、リョフちゃんなんかがここら辺にいますね。すべてのコンボがうまく噛み合わなかった場合の青い山で相当し直してみると、スキル1が第3位で、スキル2がまあ15位以下といったような感じでしょうか。まあ、ガレスはちょっとスキル2の不安定さが目立っちゃいますね。まあ、やっぱり利子とかはだいたい高い位置にずっと張り付いてるんで、ここら辺優秀ですよね。モルちゃんとかも割と高い位置にいるようなキャラクター。はい、で、一応ガレスの場合は
範囲に対しても攻撃していくキャラクターなんで、範囲に対して全体で含めたダメージのグラフに直してみると、はい、こちらに関しても範囲攻撃できるスキルに、はい、第3位と、まあ、山全然違いますね。4位のリシと比べてみて、はい、この前のパーシバルが1人ぶっ飛んでましたが、その基準一歩手前ぐらいまでガレス作ってきました。まあ、パーシバルは範囲しかできないので特別ここにいるのかと思いきや、ガレスは連撃ができつつ結果範囲にもこれだけのダメージが出てしまうというようなキャラクターですね。はい、黄色い山で相当すると第4位と、まあ、リシも範囲強いですね。スキル1、緑の山で相当してもまだ第4位にいますね。はい、最後青い山でも第4位と、まあ、範囲目線で言うと結構火力ずっと高いところにガレスのスキルにはいるような感じですね。はい、でガレスに関しては筋力値ベース防御無視攻撃の威力だけでなく、普通のダメージパーセントも7万パーを超え最大で出せるんで、はい、全てのコンボがうまく噛み合った場合、アザイナガマサに次ぐ第2位という結果になり、まあ、ダメパー自体はアザイナガマサに負けてますが、上部ダメージパーセントまた開拓してきたなというような印象ですね。アザイナガマサもスキル2では不死状態で殴ることができるキャラクターなんで、まあ、完全にライバル状態ですが、ダメパーは負けて、先ほどの筋力値ベース防御無視攻撃の威力の方では、まあ、アザイナガマサはこっちがあんまり強くなく、スキル2この位置ですね、筋力値ベース防御無視攻撃の威力200倍台ということで、こっちでめちゃくちゃ大きな差をつけられちゃってるんで、まあおそらくガレスの方が実際には対人戦では高火力になるかなという意味では、アザイナガマサの火力をまあ今回上書きしに来たのかなというようなところが運営さんの視点だとありそうな感じしますね。まあ対人戦火力はアザイナガマサより強力になっているのかなといったところでしょうか。まあとにかくスキル2は不死状態になれるんで、本当にバフ盛りまくって暴れまくってもらうっていうのが狙いですね。まあパッと見無個性に見えて弱く見えるかもしれませんが、しっかり深掘ってみると割と尖った性能を持っているキャラクターであることがわかると思います。はい、パッシブ見ていきますが、 HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージ、平凡の値でガレス筋力値レベかけ260ということで、専属武器で上がる筋力値なんで、はい、値としては上から見ていってちょっと下の方落ちてきますね。はい、この位置と47位という結果になり、 MR 基準の中ではちょっと下回る形となり、まあ、筋力値ベース防御無視攻撃の元となる筋力がやや低めなんですね。まあそれでも暴走で上がってるんで、まあだいぶブーストされた結果あのグラフのような値になるんですが、まあいかにスキル1で暴走化した後その暴走の倍率 10% アップ上乗せすることができるかっていうとこが鍵になりそうですね。はい、体力レベかけ300、この値は、はい、同じく上から見ていってこの位置と、はい、これは MR 基準。はい、で貫通に関しても固定値の1000と物理防御貫通レベかけ15と、貫通もしっかり攻撃的なものを持っており、会心値レベルかける280ってことで、まあ一応特に同格より少し下ぐらいの相手にはクリティカル連撃なんかもスキル2で味方の七星だとか祝福なんかなくても出していくことができると。で格上相手だとクリティカル出しづらくなりますが、まあそうなったらそうなったでノーマル攻撃で利子とかの攻撃すり抜けてダメージぶつけられる可能性もあったりするんで、まあそれはそれで面白そうかなっていったところはありますね。まあただガレスはクリティカル出して影前とか絡めて殴っていってなんぼってところあるんで、スキル2の方にもクリティカル補助欲しかったですね。まあケンテとかチョコメちゃんと組ませてあげてください。間と神髄共鳴スキルの方は敏捷値と攻撃力ベース防御無視攻撃に対して自身の筋力値の2倍や3倍でカットしていく、まあよくあるやつですね。相手復活が1回できて HP 50% で場に戻ってくることができますが、まあ今の時代はもう致死ダメージ無視キャラクターなんかも入れて6回とか5回とか、まあ平気で死亡なかったことにできる中、まあ1回っていうのはまあどちらかというと二次基準の値になっちゃいますかね。はい、ということでまあ生後決意がないと耐久めちゃくちゃ心配ですね。はい、いかがだったでしょうか。まあこのガレスに関しては火力面に強く振って耐久やや心配といったところですが、まあ本当に単純に火力に振っただけなんで、生後バフ剥がしができなかったり、まあ、デバフばらまいたりみたいなトリッキーな動き全くしないので、もうシンプルに強くしていくしかなく、まあハマれば本当に高火力で殴れますが、その高火力を出すためのコンボ作るのが難しいのと、作ったとしても敵陣側で例えば生後援護だとか生後踏破みたいな耐久系のものを作られたりするだけでダメージとしては出せなくなってしまうし、状態状態性がないので虚弱食らったり、まあ、あとめまい食らったりなんかしても暴走が2ターンしかないので、めまい解ける頃には暴走が外れてしまっていたりと、まあ、コンボ崩しがされやすくなってしまっているので、まあ、本当にロマン4キャラクターですね。まあ、かなり不器用なキャラクターちゃんだなとあような印象ですね。まあ、うまくはまれば超高火力と、まあ、大きな獲物を持っているロリッコっぽいこのキャラクターに合ったスキルなのかなって意味では私的には大好きですが、まあ、使う人選ぶかなっていうような印象です。なんであんまり初心者の方にはおすすめできませんが、まあ、そういうところも含めてこの後後編動画でこのキャラクターの戦役だったりボス戦、対人戦や白戦なんかの総合評価の動画出していきますので、後編動画までしばらく時間ありますので、このキャラクターに対する質問だったり追加の詳細依頼あればコメント欄に書いていただければ、間に合えば後編動画の方で回答していきますので、はい、コメントの方どしどしよろしくお願いいたします。あとグッドボタンを押してもらえれば、それを横目にテンション上げて後編動画作っていきますので、グッドボタンもよろしくお願いいたします。はい、それでは。